カズヤ君は女の子に囲まれないと生きていけないんですか。このルート。どうぞご自由に。私別に気にしてませんから。楽しいお話続けてください。え？ね、カズヤ。ルカちゃん、カズヤが楽しんでるならそれでいいかな。なんて二人ともお部屋に戻られたらいかがですか。じゃあ行こうかカズヤ。暑いし一緒にシャワーでも浴びましょう。浴びない。じゃあ